北半オンラインセミナー。えー、今日は1月の25日、えー、木曜日です。えー、第190回ということになるんですけども、今日は出遅れ株を探せ。まあ、そういうテーマでお話したいと思います、えー。まずこちらですね、日経平均の冷やしチャートです。えー、っと、今年に入ってから非常に好調なんですけども、まあ去年のね、えー、6月あたりから ずっと3万4、日経平均の3万4000円手前で跳ね返されてきたんですよね。なかなかこの3万4000円のところ、力強く抜くことができなかったんですけども、そこを抜けた後は一気に3万6000円。で、まあこの、え今年に入ってから実際3万6000円の手前でもうちょっとこう、もたつくところはあったんですけどもね、それを上に抜けてきました。えとは言っても、今、 日経平均25日の移動平均線との乖離率が5%を超えています。ね、これ見ていただいてもわかるようにかなり大きく上に離れてますよね。ちょっとね、スピードは速すぎるかなという感じです。まあ、このままガンガン上値を追っかけていくっていうのはちょっと難しいかなと思います。まずはこの3万0千円台で値固め。まあそんな展開じゃないでしょうか。 で、えー、ちょっとこちら見てほしいんですけどもこれは昨年末を100として、えー、主要国の株価指数を指数化したものですでこれ見ていただくとねドイツとかアメリカっていうのはほぼ横ばい、えー、去年の年末と変わらないような水準中国は5%程度下がってます一方日本これ日経平均なんですけども 8%高ということでちょっとね主要国の中で日本株の上昇が群を抜いている感じなんですよねえこの上昇を引っ張ってるのはあの海外の投資家ですえ海外の投資家が日本の経済が変わろうとしてるとかえ企業の資本効率改善に対する期待あるいは業績がいいことに対する期待 そういったもので、主要企業、主力企業を中心に日本株をごそっと買いに来ているといったような状況が、まあ、日本株を押し上げました。ただですね、まあやっぱりこういう状況になってきて、その日経平均の上昇を権威引,引っ張っているような、まあ、突っ走っている株、それを追っかけるのも一つの手でしょう。だけどやっぱりちょっと怖いと思われる方もおられるかもしれません。 じゃあその突っ走ってる株に比べてちょっとこれ出遅れ感があるんじゃないのっていうのを今日は探してみました。でまず初っ端はこれ何回か紹介してますけども、えー、三井住友フィナンシャルグループですメガバンクの一角ですね。えー、これねやっぱりあの3月に向けて有望だと思いますよ。配当利回り3.5%そして PBR0.74 倍ということで。 これから資本効率向上に向けた株主還元の強化なんていうのも期待できますし、まあ、配当の水準自体が美味しいですよね。利回り3.5%。まあ今日はね、基本的に配当利回りが3%超えているもの。そして PBR が1倍割れているもの。そういったものを紹介するつもりです。そういったものの中から出遅れ株をちょっと探してみました。でね、 この三井住友に関しては何が出遅れてるのかっていうとね、えー、昨日三菱 UFJ、同業の三菱 UFJ は昨年9月の高値を抜いてきました。それに対して、えー、この三井住友は昨年9月22日に7849円という高値つけてるんですけども、まだ届いてないんですね。 えー、あと150円ほどまだ値段あります。これね、昨年の9月の22日っていうことはこれ、えー、当時はおそらく配当いいですから、中間配当の権利取り狙いの会が株価を後押ししたと思うんですよ。ということは、この3月本決算、期末配当の権利取りに向けた会もこれから活発化してくるんじゃないかなと思いますし、 やっぱり日本を代表するメガバンクの一角で、えー、安心感ありますし、それでもって配当利回りが3.5%っていうのはね、まだちょっと投資に馴染みの薄いような個人投資家の方の、えー、新忍さを活用した投資対象としても、ちょっとこれから注目高まってくるんじゃないかなっていうふうに考えています。で、えー、昨日あたりからですね、 日銀のマイナス金利解除今日銀マイナス金利を続けてますけどもえー、っとこの3月とか4月にマイナス金利の解除があるんじゃないかというような思惑で、えー、株式市場ではメガバンク株が昨日はすごく上がりましたでえー、っとまあそのマイナス金利 解除の思惑。これ、まあ、マイナス金利を解除するっていうのはね、これまで金利のない世界で苦しんできた銀行にとっては、朗報ですよね。え、リザヤが出てくる。ね。そのことは、やっぱり銀行の収益を大きく変える可能性ありますんで、日銀が金融政策を正常化に向けて動き出すっていうのは、銀行にとっては、大きなプラス材料です。え、従って昨日はメガバンク株一斉に上がりました。そしてその中で、 えー、三菱 UFJ が昨年の9月の高値を脱会したということだったんですよね。えー、今後、まあ、まだまた折に触れてねマイナス金利解除の音楽っていうのは高まっていくでしょうしまあそれもこの三井住友フィナンシャルグループの少なくとも昨年の高値脱会、まあ、これは大後押しするんじゃないでしょうか。あの 昨年9月の高値を脱回したからといって、それで終わりじゃないですよ。そこゴールじゃないですよ。決して。まあ、ほんの一リズカっていうかね。そこからまた上昇、新たな上昇ステージ始まるっていうふうに考えてますけどもね。これはもうぜひ注目しておいてください。そして、その日銀のマイナス金利解除という思惑。で言うとですね、こちらです。オリックス。これは、ま、リースから出発した、えー、 会社ですけどもまあ、あのー、幅広く投資事業なんかを展開してるんですけどもここもねリース銀行クレジット保険そういった事業に関して言うと国内のの金利上昇っってていいうは追風なきますだから同じようにやっぱりマイナス金利解除の思惑っていうのはねここも追い風になるんですけども、えー、まあちょっとここのとこ株価上昇してきてますけどもそれでもねここもね 去年の9月の高値にはまだまだちょっと幅がある。150円ほどまだ幅あります。ちょっとこれも出遅れって考えていいんじゃないですかここも配当利回りは3.3%。えー、PBR0.87 倍。ちょっとまだ挽回の余地ありそうですよね。えー、まあちょっとこの辺も注目してみてください。そしてまあ同じ金融のグループでっていうことで言うとこちらです。 日本郵政。ここだってね、ゆうちょ銀行を抱えてるわけでしょう。えー、当然、国内金利の上昇っていうのは、えー、業績にとってはプラスに作用してきます。したがって、ここもやっぱりね、えー、ここのところ、えー、結構株価も上がってますけどもね、えー、っと、チャート見ていただくと、もうここはね、昨年の高値はクリアしてるんですよ、完全に。じゃあ何が出遅れなのっていうとね、 ちょっと PBR を見てください0.47倍0.5倍にも満たないんですよ東証がね去年 PBR1 倍割れの企業に対してなんとか株価を意識して改善策を考えなさいってなこと言ってましたけどもここ0.5倍にも届いてないんですよね単純に考えればここの PBR が1倍になったとすれば株価は倍になりますね そういう意味では出遅れ感相当あるんじゃないかなと思います。で配当利回りは3.47%ということなんでこの配当十分魅力的じゃないですか。ね。この辺に注目して投資考えてもいいんじゃないですか。ここもねやっぱり新入 i を活用した投資では人気を集めるんじゃないかなこれからますます人気が高まってくるんじゃないかなと思います。なんと言っても身近だし え少なくとも潰れることないですよね。もうこ,のかここの会社潰れてしまったらもう日本どうなるんだという感じですよね。まあそういう意味ではね身近で安心感があって配当水準が高い企業としてこれからも注目が高まっていきそうだということでえこの PBR0.5 倍終わっているっていう出遅れぜひ注目してみてください。 さあ、そして今度はちょっと金利からは離れて、えー、こちらです。丸紅。ご存知、総合商社の一角ですね。えー、っと、まあ、総合商社っていうのは、業種で言うと、卸売業。こっちで仕入れたものをあっちで売るっていう仕事です。こっちで仕入れたものをあっちで売って、その間の鞘を取る、マージンを取るっていう仕事なんで、基本的にはね、 インフレプラスになりますよ業績にとって、えー、日本でもどうやらインフレが定着しそうになってきているっていうことは、えー、業績にとって追い風じゃないでしょうか <laughs> で、えー、昨年ウォーレン・バフェットさん著名投資家のウォーレン・バフェットさんが商社者株を買いましたということで、えー、総合商社者の株ね一斉に上がったりしたんですけども今も総合商社者の株は堅調な動きをしてます。 一つの魅力は、配当利回りが高いことです。どこも高いんですけども、この丸辺にも、配当利回り3 3 4と、3.34%。十分魅力的な水準です。PBR はもう1倍超えてるんですけども、ここは何が出遅れてるかっていうとね、ここも、えー、去年の6月の高値、2705円。 ここにまだ220円ほど幅あるんですよ。まだ届いてないんですよ。そしてね、えー、日本には5つの大きな総合商社あります。5大総合商社。5大総合商社の中で昨年の高値を抜けてないのは丸紅だけなんですよ。出遅れてるでしょ。だから、これも、えー、まあ、少なくとも、えー、昨年の高値、 2,705円は通過点ということで、えー、さらなる上値期待してもいいんじゃないでしょうか業績もこれから事業環境良くなっていきそうですし、えー、配当の水準も十分に高いということですさあそしてこ次はやはりこれも総合商社の一角なんですけども住友商事ですここ配当利回り3.76%ね えー、丸紅よりもいいですね。配当利回りは高いです。十分魅力的な配当の水準だと思います。えー、っと、ここはね、株価の方は昨年の高値を抜いてきています。なんか順調に下値を切り上げているようなチャートになってますね。ただね、ここは PBR0.93 倍、1倍割れてるんですよ。5大総合商社の中で pbr が一倍を割れてるのは住友商事だけなんです。これね、やっぱり意識すると思いますよ。え、どうしてうちだけ一倍割れてるんやと。ちょっとなんとかせなあかんな。ということで、資本効率の改善に向けた株主還元策の強化とかね、そういったことも出てくる可能性あると思いますんで、出遅れの 株として注目してほしいなというふうに思います。まあ事業環、インフレで事業環境が上向くっていうのはこれは丸めにも一緒です。えー、まあ良好な事業環境で配当の水準も十分に魅力的ということで注目してみてください。さあ、そして銘柄最後になります。<laughs> こちらはホンダです。自動車のホンダ。ね、えー、っとね。 まず何から言いましょうかね。あの、足元の業績から言いましょうか。えー、上紙機の決算が好調で、えー、通期の業績見通しを情報修正しています。しかし、情報修正したとは言っても、為替相場、ドル円相場の前提は140円ということなんで、足元の為替例と考えるとですね、さらに業績上振れの降参が大きいんじゃないでしょうか。可能性十分だと思います。 それから上期決算が好調だったっていうことで、えー、配当予想も増額してますもともと今期は50円、えー、50円の配当を予定していたのを58円に増やしていますそしてこの年間58円の配当っていうのは前期と比べて前期は40円だったんですね株式分割を考慮した数字でいうと 結構大幅な増配になりますまあ,あの自社株買いも現在実施中ということでね株主関係に対してかなりこう積極的な姿勢を見せているっていうところは注目したいところです。で株価を見てみると、えー、昨年9月に高値をつけてるんですけどもその高値にはまだまだ幅がありますね。9月の高値 1, 円 昨日の終わり値が1587円ということですから、これも150円ほど幅ありますかね。まあ、出遅れてると。株価に関して出遅れてると言ってもいいと思います。そして、昨日、新聞史上ちょっとにぎわしてたのが、同業のトヨタ。トヨタ自動車の時価総額が歴代最大になったと。バブル期の NTT を超えたと。 いうことでね、えー、トヨタの時価総額、1月23日で48兆7,981億円。これ日本の上場企業として歴代最大です。ってな記事出てたんですよ。まあね、トヨタの時価総額が歴代最大になったからといって、えー、それでもってまあホンダの株が上がらなきゃならないという理由にはならないかもしれません。まあトヨタとホンダ、 まあ普通にあの素直に比べるのも無理があるかもしれませんがちょっと規模は違うとはいえ同業のトヨタちょっとこれだけね株価も上昇して PBR も1倍を軽く超えてっていうことを考えるとこのホンダの PBR0.6 倍配当利回り3.65%そして株価は去年の高値を抜けていない。 ちょっとこの辺の出遅れ、注目してもいいんじゃないでしょうか。業績が明らかに悪いとか言うんだったらね、こんなあの出遅れ気にする必要はないんですけども、業績も好調なんでね、これだけ出遅れてるっていうところは注目してみる価値があるんじゃないかなというふうに私は思っています。<laughs> さあ、そして最後に格言になります。今日はね、ちょっと難しい格言ですよ。えー、ちょっと長めになります。 遠慮なければ金融ありと。まあ、こういう言葉なんですけどもね。あの、論語の中の講師の言葉なんですよ。遠慮っていうのはね、えー、遠い将来を熟慮することなんですって、ね。で、遠い将来のことを熟慮しないでいると、近いうちに必ず良くないことが起こる。というふうに言っています。金融っていうのは近いうちに 売れるようなこと、悪いことが起こるっていうことですね。で、えー、これね、株式投資にも当てはまると思うんですね。株式投資では、長期的な展望を持って売買に臨みなさいよっていうことです。たとえ短期売買のつもりでも、長い目で見た相場の大きな流れについては、自分なりのイメージを持っておくべきだと。長期的な相場感がずれていると、 短期売買もうまくいかないということです。えー、まあね、あの皆さんの中には、いや、私は短期売買。ね、えー、長く持っても2、3日だからあんまり先のことも考えないんだっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりたとえ短期の売買であってもね、ちょっと長めのスタンスで相場感をイメージしておいてほしいなというふうに思います。まあ、ちなみに、私は、えー、今で言うとですね、 今年の日本株の相場日経平均はバブルの高値を抜いてくるんじゃないかというようなちょっと長めの相場感を持っています、ねえーまあ、少なくとも年末あたりにはバブルの高値更新なんていうこともあるんじゃないかと、まあ、そういうイメージを持って、えーまあ、個別の銘柄見ておりますはいどうもありがとうございました